皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの勝子と申します。NHK プロフェッショナル仕事の隆起、本当の強さ、プロボクサー、井上尚弥選手ということで、私、全くボクシングに興味もなく、井上選手というのを全く知らなかったんですけれども、こんなすごい日本人がいたんだという素晴らしい特集でしたので、番組の内容を簡単に紹介をしていきたいなというふうに思います。日本ボクシング界の最高傑作と言われ、23戦無敗、20KO ということで、日本人初の4団体統一快挙に挑むというところまでのドキュメントということですね。で、何がすごいかっていうと、めちゃくちゃ基本に忠実、そしておごらない、そして今でも自信がないからトレーニングを没頭する、そしてできるところを伸ばすんじゃなくて弱いところを徹底してレベルを上げていくという、もう本当に何て言うか、奇をてらったことをしていないし、自信満々でもないし、本当にもう忠実に確実にやっていくっていうのは本当にすごいなというところですね。で、これ今非常に面白かったんですけれども、その4団体統一戦、その日本のボクシング界の歴史を塗り替えるという戦いが2022年の12月13日にあるわけですけれども、その1ヶ月前にですね、いや、対戦相手にワクワクしないんだよね、みたいな、もっと強い相手とやりたいんだよ、モチベーション上がらないんだよねっていう、すごい、だから、なんていうか、そのベルト統一のために、その対戦相手とやるんだけれども、だけれども、本当はもっと強い相手とやりたいんだっていうぐらいの、コメントが出るっていう、だから本当に強さを求めて戦ってるっていう感じなんですよね。で、そしてこの12月13日に見事に勝利をして、その2日後にプロフェッショナルが放送されるという素晴らしいプロフェッショナルという感じなんですけれども、いやー、まあ本当にですね、こんなに強い日本人が、だからなんていうか、ね、ボクシングに興味があるとか興味がないとかじゃなくて、なんか、あらゆるプロフェッショナルに言えることって、やっぱりその、基本に忠実でおごらずに、とにかくひたむきに、で、より上を目指すっていう姿勢っていうのが、何より大事なんじゃないかなということで、非常に面白い特集でしたので、見逃し配信等で見る方は見ていただくといいんじゃないかなというふうに思います。